続いての演目なんですが、はい、あの和尚さんの最近引っ越しをされたそうで、はい、あの慣れました、その引っ越し先の町には。あ、だいぶ慣れたんですけど、うん、まだ家具が揃ってなくて家具を揃えなきゃいけない。そうですね、まだカーテンがないとか。ああの、お家の周りにどんなお店があるとか、スーパーがどこにあるとかっていうのは。そうですね、もう1日かけてもう全部散策したと。あ、そうですよね、はい、ってことは引っ越し当日ってあの何があるかなんて全然分かんない状態なんですよね。そうですね、うん、次のお話なんですが、あのそんな引っ越しをした当日のある男の人がですね、あのその日お風呂に入りたかったんですけど、まあ、引っ越し当日なのでガスなんかが通ってなくてお風呂を沸かせなかったんですよ。それで、銭湯を探しに街を歩くんですが、なかなか銭湯が見つからないんです。そこで、まあ、その街の人にね、あの銭湯どこですかなんて聞くんですけど、なんかちょっと運が悪かったんでしょうね、なかなか銭湯にたどり着かない。さて銭湯にたどり着けるのかなんてお話でございます。では、続きましての演目です。じゃん、銭湯へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。すいません。はい、何か。よかった。あの、銭湯はどこですか？え、ちょっとわからないです。うそ。は？いや、だってそれ、これが何か。いや、どう見たって銭湯帰りですよね。いいえじゃあどこ行ってたんですか、そんな格好で。髪まだ濡れてますよね。え、ああ、お風呂屋さんですけど。なんすかそれ、銭湯ですよね。なんすかそれ、お風呂屋さんへ行った帰りなんですけど。お風呂屋さん。はあ、あなたここら辺の人じゃないですね。ああ、そうなんです、引っ越してきたばかりなんです。なまってますね。本当だよ。え、まあいいや。そのお風呂屋さんへはどう行ったらいいんですか？はい、まっすぐ行って、はい、あの信号を右へ曲がって、はい、で、薬局の角を右へ曲がって、うん、しばらく行って、学校のところを右へ曲がって、で、これ回ってますよね。ああ、曲がるって言っても直角じゃないですから。なるほど、すいません。で、郵便局のところを右へ曲がったところで私待ってますから。回ってますよね。ああ、そういう意味ね。いや、他にどういう意味があります？もしかしておちょくってます？いえ、とんでもない。じゃあとっとと銭湯を教えてください。いや、お風呂屋どこだと聞いてる。ピッポピッポピッ、通遠近法ですよね。ああ、よくわかりましたね。ジャック・バウアーみたいになっちゃってもいいですか？あ、困ります。じゃあとっとと教えてください。まっすぐ行って左です。完全におちょくってましたよね。すいません。じゃあそこは遠いんですか？ああ、まだだいぶありますね。こっから歩いてあと30分はかかります。嘘つけ、まだ髪濡れてるでしょ。ああ、これね、汗です。なんでお風呂上がりに。いや、帰り道とんでもない上り坂なんですよ。もうピーコラ行っちゃって。じゃあ距離にしたらどんぐらいですか？10キロくらいですかね。10キロ30分で歩けるわけないだろ。いや、とんでもない下り坂です。とんでもない。もういいや。で、そこは何時までですか？ああ、9時までに入れば大丈夫だと思います。早いな。今何時です？今、8時20分ですね。ああ、じゃあ先急ぎ来ますんで、もうありがとうございました。いえ、気をつけて。よし。うわ、びっくりした。いや、びっくりしたのはこっちだ。はあ、はって、あなたですよね。はい、私ですが。いや、じゃなくて
さっき会いましたよね。いいえ、知りませんが。さっきこの坂の上で散々人をちょくったあなたですよね。はあ？すいません、あの人すぐ人をおちょくる癖がありまして、間違いない、姉ですね。ああ、そうでした。いや、こちらこそすいませんでした。いえいえ、あ、お風呂屋さんですか？ええ、道を教えていただいて。そうだったんですか。あ、早く行かないと閉まっちゃいますよ。ああ、そうでした。今何時です？今、8時20分ですね。8時20分か、あと40分。ってこら！はい？さっき聞いた時も8時20分だったろうが。だからそれ私じゃなくて双子の姉ですって。あ、そうでした。あれ、でもなんかおかしくないですか？タラララン、タラン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 、タラララン、タラン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 、ティルティルティル、 X ワイルですよね。よくわかりましたね。無駄に不気味さ盛り上げないでください。すいません。いや、でもなんかおかしい。あ、何？いや、何でも。いや、何です？この時計、5分遅れてます。もしかして、あなたも人をちょくるの好きですか？双子ですから。すいません、先急ぎますんで。あ、その方がいいと思います。何なんだよ、あの双子は人をちょくって。うわ、ここにもとんでもない木だった。よし。なったらんかい、こら！何ですか？とぼけんじゃねえよ！これでお前と会うのは3度目だろうが！何の話ですか？はぁって、あんざん人をバカにしやがって！バカに…あぁ、それ私の三つ子の…増えてんじゃないか！いやい、こら、お風呂屋さんはどこだ？まっすぐ行って…左だろう！分かってら！で、今何時だ？はい、8時20分、くっそー！人をバカにしやがって！どうせどうせその時計も狂ってんだろ！なんでわかるんですか？はい、10分遅れます。10分遅れてるんだよな。いえ、進んでます。進んでるってどういうこと？じゃあ今は？あ、今本当は8時10分ですが。もういい、たくさんだ。もうわかんない。ここの歩き方がわからない。もう嫌だ。うっかり歩くとすぐに時空を超えてしまう。え、時空？ああ、変な星に降りちゃったな。え、星？え、ああ、聞いちゃった。皆さんも聞いちゃいましたか。おっと、銭湯が閉まっちゃう。ありがとうございました。ありがとうございました。銭湯へ行きたいというお話。